ンネル。DVM 人事部熊谷です。DVM 島袋です。竹内彩香です。岡本です。島袋と学ぶ就職活動。よっ。はい。じゃあブラック企業あるある第3弾ということで。はい。はい。じゃあフリップ出してもらえますか。はい。お願いします。ポン。こちらですね。はい。はい。副業禁止、移動命令、社内研修、パワハラ、窃盗、給与。はい、うん、営業会社とかって1分1秒空いた時間を全部本業につぎ込めばその分売り上げ上がるじゃないですか、うんうんうん、だから副業をするぐらいだったら本業で結果出せっていうそういう価値観もあると思うんですよ。そうですね、本当にそうですね。例えばなんだろうな、サービス業だったりとかウェイトレスさん的なね、サービス業やる人たちって別に働けば働くほど売上利益が伸びるわけじゃないんで、うん、だったらまあ最低限満足してもらえる仕事をして、それ以外はその副業だったりとかしてもらった方が、まあ、会社側も給料上げなくて済むんだったらそっちの方がいいわけですよ。だからまあその業種業態によるんでしょうね。そうですね、うん、実は結構でもこの副業禁止に関わるところでなんか苦しんでる友人とかたまに話聞くんですけど、うん、やっぱ今その働き方改革でもうそもそも会社が残業を絶対禁止と、うん、残業 NG にしましたと、うん、ただ結構それまで要は残業代でみんな社内の人みんな稼いでて、うん、まあ、多分その働き方改革っていうところと相まってこの副業解禁みたいな波って徐々に来てると思うんですけど、うん、残業禁止されて残業代稼げない副業も禁止ってなるともうただ単に生活苦しいだけみたいな、うん、結構大きい会社とかでよく聞きますけどね。なるほどね、うん、じゃあ移動命令言及しづらいと思うんですけど、はい、どうですかその転勤については。でもこれももう本当にその会社との労働契約上どうなってるかっていうだけの話で、うん、要は転勤強制されない職種とかもあるじゃないですか、うん、例えばなんかその地域総合職とか、うん、世間一般的なところでいくと総合職っていうのはまあ転勤とかもありきでそもそもその職選んでるんで、その元々の約束と違う形で移動絶対行かないんならクビだみたいなまず最悪だと思いますけど、うん、まあ、転勤含みで労働契約本人も納得して入社してるんだったらそれはでも会社としても行ってもらわないといけないわけなんで。なるほどね、うん、社内研修、はい、これ多分研修でなんか社外のよくわかんないとこ行ってこいって飛ばされたみたいな話ですかね、うん、研修充実してるのってむしろなんか就活生の皆さん望まれる確かにこと多いと思いますね。面接しててもどんな会社がいいかって研修充実してる会社の方がいいですっていう人多いと思うんで、うん、その内容とやり方次第だって思いますけど。次パワハラ、はい、僕もパワハラはなかなかレベル高めのやつ受け続けて生きてきたんで、うん、しんどいんですよねパワハラって、はい、飯も食えなくなるし、うん、メンタルきますからね。メンタル辛かったっすね、うん、だからまあ僕は辞めなかったんですけど、まあ辞めてもいいんじゃないですか人によってね、あのそれで本当になんかトラウマになっちゃったりとかする人も多いんで、うん、嫌な人とは働かないと、うん、変に耐える必要もないと思いますよ。別に窃盗、職場の備品を盗んで家でストックしてるやつがいる、うん、でも僕これありましたよ。あ、そうですか。前々職ぐらいの時、うん、パソコン盗むやつ見ましたよ。へえ、うん。会社と社員の信頼関係がなかったりとか、うん、会社自身に権威性がないとこういうことが起きるんですよ。そうですよね。確かに一見本人悪いだろうって思うかもしれないですけど、うん、まあ、そんな簡単に悪事が働けてしまう管理体制を敷いてる会社もそうですし、うんうんうん、それもそもそんな民度の低いことを起こす人を採用しちゃう会社の基準も基準だよねっていうところで、うん、確かに会社の悪いところも多々ありますよね。そうですね、うん、じゃあラスト給与、まあ、給料を要は抑えるためにいろんな手段をしていると、まあ、給料上げろっていう社員と、うん、上げないっていう社長の対立構造ってみっともないですよね本当に、うん、社長も辞められるのが一番嫌なんで、うん、その人の市場価値とぴったりの金額を出すのが一番コスパがいいんですよ。市場のいくらの評価があるかっていうだけなんで、まあ、転職してもっと高くなるんだったら人辞めてっちゃうし、うんうん、転職できないぐらい高い金額を払ってんだったら絶対辞めないけどその分利益は下がるしっていう、うん、その一番ちょうどいいところに社長が常にこう給料設定しなきゃいけないんで、
そういう意味ではね、給料が低すぎるって騒ぐんだったら辞めればいいじゃんって思いますし、辞めた他になんか高い給料のとこ見つからないんだったら、それ市場価値が低いよねっていう話なので、そこはもう自分の値段をいくらに設定するかっていう感覚持ってれば、いずれ給料上がると思いますよ。定義が難しいように、人にとって要は求めるものが何かとかっていうところが人それぞれだと思うので、ぜひこのあたりも参考にしていただきつつですね、就職活動頑張っていただいて、何か困ったことあればミーツカンパニーの島袋さんに相談してもらえればと思います。じゃあ締めてもらってもいいですか。お待ちしております。本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。